量で劉備は孫権を破った。呉は蜀に従属することとなるも、劉備の計らいでその国体と君主である孫権の命は保たれた。孫昌公の大切な者同士の戦いは彼女にとって望ましい形で終結した。劉備の大使の前に残る敵は曹操のみ。五色の双方から魏を攻める強撃策のため、孫昌公は五軍と共に合肥新城へと向かう。遥か漢中で戦う劉備と心を通わせながら、九曜期の最後の戦いが始まる。いいのか、昌公。劉備と離れてこちら側の部隊を束ねるなど、私が言うのもなんだが、こうも離れていては寂しかろう。どんなに離れてても私たちはつながってる。そう信じてるから平気。私は私にできることで玄徳様を支えるわ。兄にのろけてどうする。お前たちの天下のため、我ら孫悟も力の限り戦うとしよう。あ、そうか、そうなんだ。英雄じゃないんだ。天下に必要なのは、私が追いかけていたのはきっと。
中、うちに引き込み食らうこの合皮心情は魔性の城よ。
おめでとう、玄徳様。これで天下は平和になるわね。ああ。だが、雲長をはじめ、多くの者が世を去ってしまった。必死で乱世を乗り越えて、湧き出るのは、喜びよりも悲しみとは。将校殿、私は孫作殿のような英雄には、なれそうもないな。英雄なんて必要ないわ。誰にも、私にも。お互いのことを思って、互いに手を取って歩いていける。大事なのは、ただそういうことなんだと思う。行きましょう、玄徳様。これからも、ずっと一緒に。